駒形土税は東京都台東区駒形にある飲食店舗。土壌鍋で知られる。店舗が存在するのは台東区駒形だが、店舗の名前は駒形土税である。1801年、武蔵国の越後屋助ケシチが江戸に方向に出てきて、浅草駒形で飯屋を開き、どうせ、うなべ屋が始まり、その後、江戸の関東大震災や、 第二次世界大戦により点が消失したが再建した。本来、ドジャウと表記すべきところを縁起のいい奇数文字のドゼウとしたのも初代の発案である。本店所在地は東京都台東区駒形1-7-12。江戸通りに面した本店は、江戸の昭和風の装備の木造りで大名行列を見下ろすことのないよう、2階は黒漆喰で目隠しされている。 柳の下に2匹目の土壌がいるの演技から、店の横には柳の木が植えられている。本店のほか、渋谷にも支店を開設している。土壌鍋が看板料理である。土壌を酒に漬けて酔わせ、江戸缶味噌仕立ての汁で煮たものを平鍋に入れ、鰹だし出汁の効いたタレでさらに煮込んで刻みネギを乗せて食べる。これは、当時高級品だった酒を土壌に飲ませてみようとの、 初代の発案によるものである。他に、柳川鍋や、二代目が始めたクジラ鍋なども、提供している。店内において、各月に一度、江戸を学ぶ講座を開いている。江戸の食文化をはじめ芸能や工芸、文化論の専門家を招いていて、開催は100回を超えている。2011年に、メセナ大賞、地域文化賞を受賞した。ありがとうございます。